目は秋田県の秋田酒屋歌という曲目をご紹介したいと思います。この曲目は、尺八のメロディー旋律に合わせて歌う曲目になります。民謡には三味線の歌と尺八の歌というのがありまして、三味線の歌は三味線の伴奏に合わせて歌う歌と、尺八の歌というのは尺八のメロディー旋律に沿うように歌うのが尺八の歌となっております。大きく三味線の歌と尺八の歌で違うのは、リズムがあるかないかというのが大きな違いでございます。三味線の歌には三味線がこういう風に民謡を歌いなさいよっていう風に先導してリードしてくれるわけですね。それに、歌い手の方が合わせるようにこうリズムに乗ったり歌うという形になりますけども、尺八の場合はまず自分自身で声を発声して、そこから尺八が後付けで入っていくというのが尺八の歌になりますので、非常に、変わってると思いますけども、これがまた非常に面白いところでございます。そして、民謡の業界では三味線の歌のことを糸物、尺八の歌のことを竹物と呼んでおります。これは少し業界用語になります。三味線の歌、尺八の歌で十分通じるかと思いますので、その辺は人によって取りようかと思っております。今回は、1番目に、実演をしていきたいと思うんですけども、まず尺八のメロディーっていうのがどういうものかっていうのを皆さんに捉えていただくために、1番をバックに私が尺八だけで、演奏いたします。今度2周目ですね、回す時にはまた同じメロディーで、今度は私がアカペラで秋田酒屋歌を歌いたいと思います。それではよろしくお願いいたします。はい、それでは、実演していきたいと思います。まず尺八のメロディーだけでいきたいと思います。よーあいきたいと思います。
酒屋歌と言っているのです。まあ、簡単に申し上げますと、洗い場、流し、米研ぎ、元すり、買い付き、まあ、そういう、作業前ごとにですね、本当は民謡っていうのが歌われておりまして、まあ、その総括的なものを秋田酒屋歌と、言っております。まあ、酒盛りの歌と認識いただければ一番わかりやすいかなと思っております。はい。それでは今回は歌い方を、説明していきたいと思います。この歌い方っていうのがですね、非常に、尺八の歌は、民謡でよくある拳、を使わないとなかなか味が出にくい曲目でございますので、まあ、その拳のことを節、もみ、ゆりという方もいらっしゃいます。まあ、分かりやすい捉え方でいいかなと思いますので、その、今拳を回すということよりも、民謡全体の歌い方がどうやって歌えるのかっていうのを、研究していきたいと思います。それでは今回は私が、尺八のまず前奏を吹いて、その後にですね、ホワイトボードで、沿ってやっていきたいと思いますので、今回は、譜面をご用意しております。こちらです。はい。それでは、歌い方の説明をしていきたいと思います。まずこのホワイトボードを、見ていただきまして、なかなかちょっと見えにくいかなと思うんですけども、まあ、私が言葉で今伝えていきますので、ちょっとお聞きください。まず譜面の読み方なんですけども、1小節目から4小節目まで、ございます。節は。1、2、3、4小節、ございます。その中で真ん中の、青線で弾いてある、これが中音階になります。真ん中の音ということになります。それより上で歌っている場合は、高い音、下で歌っている場合は、低音。まあ、だから高い音、中ぐらいの音、低音っていう形を大体の感じで捉えていただければと思っております。それでは1小節ずつやっていきたいんですけども、まずこのぐるぐるぐると回ってあるところですね、これは拳と言われているものでございます。歌謡曲、演歌などでよく拳って言われているのとほとんど同じことでございます。民謡の業界では、ゆりとも言いますし、これこそもみ、それこそが、まあ、節という方もいらっしゃいます。それと、この譜面で表しているのが、一番お尻のところですね。最後の、この A の隣にあってる黒丸ですね。ちょっと見えにくいですけども、まあ、ここにも黒丸が打ってあります。これは、どういうことかというと、止めのサインになります。だから、ここで、しっかりと歌詞を伸ばさないで止まるということになります。逆にこうやって棒線で引っ張ってる場合は、ここは歌詞を伸ばすということになります。今拳の話をすると、どうしても長くなってしまいますので、また拳については別の動画で拳とはっていう感じで、撮りたいと思いますので、そちらをご覧になって、やっていきたいと思います。今回は、ま、すぐにですね歌えるようにこの拳のとこをそのままアーで引っ張ったり、しながらですね、少し拳とはまあ違うんですけども、母音を強調して、やっていきたいと思います。それでは一小節ずつやっていきたいと思います。まずはあ、三笹酒屋のやえなんですけども、一小節目はあ、まずハーよりもアーになるべくすぐに切り替えてあげてください。これはどういうことかというと、ハーアーって行くんじゃなくて、ハーっていう感じでですね、まずまっすぐ上に向かってハーと、すぐに上げます。ハーで、その時にですね、出しっぱなしになるんですけども、アーっていう発音をするのになるべくなら、あーって一方通行で、なるんじゃなくて、少しブレーキがかかったようにお願いいたします。これが拳を回すときに、非常に役に立つ方だと思います。はーって言ったら、これは一方通行でまっすぐ、伸ばしてるんですけども、そうじゃなくて、はーなるべく少し壁を作るようか。
止まるような感じで、言っていただけると非常にありがたいかなと思います。そしてはーと伸ばした後にさんさんさっていうところにこの緑のこのラインを言ってますので、こういうとこは少し早めに言ってくださいっていうことです。さんささたやもやあえ、まあ今はこうしますにもう母音でついていきたい、やあえでいきたいと思います。で、ここの赤丸振ってあるあの中音階ですね、ここは母音で一回ついてからはやっと入っておりますので、そこちょっとご注意ください。もう一回一小節いきたいと思います。はーさんささはやのやえ、こんな感じで一回やってみましょう。もう一度さん、はい、はーさんささはやのやえ、これで一小節になります。この尺八の歌ほとんどがそうなんですけども、だいたい一節はつなげて息継ぎをせずにいきますので、まずしんどい場合はハーで切っていただいて、あと歌詞をつなげていただいても私は結構かなと思っております。まずはですねハーをしっかり打って、その後歌詞をしっかりとまた歌うという形でトライしてみてください。それでは2小節目ですね。始まる時はもやえ、こういう感じですね。あと1小節目が結構声を声量を張りましたので、2小節目と3小節目は語りの口調になります。ですのでなるべく声量を落として歌っていただけると非常にありがたいかなと思います。始まる時はもやえ、ここもまあ拳が回ってるんですけども、今は母音でついてえというようにいきたいなと思います。もう一度やりましょう。低音から始まっております。この赤丸ってあるところは母音の箇所になりますので、一回母音をついて次の歌詞を言うようにお願いいたします。3、はい、始まる時はもやえ、あーどっこい。ここでですね、2小節目が終わりましたら、続きます。あーどっこいというお囃子が入ります。あーどっこい、まあ、これはですね、少しドスの効いた声で、低音で声かけてあげる方がいい。はーどっこいってね、あの女のような声じゃなくて、はーどっこい、少し低音聞かせながら、あの酒盛りの歌でございますので、やはり、お酒が美味しくいただけるようにっていう感じが一番いいかなと思っております。それでは続きまして3小節目、ここもほとんどが中音階より下になりますので、そんなに声は張らなくて結構かなと思います。へーらもしゃくしもやえ、これは最後、止まりですので、伸ばさないようにご注意ください。最後、しっかりと黒丸で止まります。 A で止まります。もう一度3小節目、へーらもしゃくしもやえ、こんな感じで、なだかに少し流れるような感じで2小節目3小節目は歌っていただきたいなと思います。それでは、もう一度、2小節目3小節目、始まる時からやっていきたいと思います。2小節目よーはっ、始まる時はもやえ、はーどっこい、へーらもしゃくしもやえ、これで、2小節目3小節目となります。続きまして最後4小節目ですね。ここが一番、この歌の聴かせどころになります。サビのところですね、あれ当てにつかぬよっていうところでございます。ここは、何が重要かというと、母音と母音で、つなぎ合わせて、その母音でなるべく聴かせるようにしてあげると非常に効果があるかなと思います。特に最後のですね、つかぬよっていうところが一番、声がね張るように、後半にかけて力を入れて歌うようにしていただくと非常に良いかなと思います。ありゃてにつか
やてにつかあぬよっていうぐらいね、ちょっと硬いかもしれませんけども、母音でなるべく少し聞かせてあげるようにしてあげてください。それではもう少しゆっくりいきます。3、はい。ありゃーてーにーつーかーあーぬよーはーどっこいえど。はい。このような形ですね。一番ポイントとなるのはやはりこのあーでもう一回突き直してるっていうところを気をつけてください。あーぬよ。このあーを言ってからぬよと入りますので、そこは、少し歌の調子を合わせております。もう一度行きたいと思います。4小節目、3。はい。ありゃーてーにーつーかーあーぬよーあーどっくいえーど。はい。それでは、一回ですね、もう一度アカペラにはなりますけども、1小節目から4小節目、少しトーン、ゆっくりとトーンを落としてやっていきたいと思います。一小節目から、はーからいきます。三、はい。はー、さん、さ、さ、かやのやへ、はじまるときはのやへ、はーと、こい。へらもしゃくしもやえありゃてにつかあぬよあーどっこいえどっこい。いかがでしょうか。このようにですね、まずアカペラである程度歌い方というのを、マスターいただければなと思います。それでは一回尺八のメロディーで、いきたいと思いますので、一回ホワイトボードは置かせていただきます。はい、続きまして、この歌を、それでは皆さんで、一回口ずさみながら、やっていきたいと思いますので、この尺八一本、一尺八寸でございます。一尺八寸ですと三味線で表しますと6本の高さでございます。それを、三味線は調弦するときに三味線の、糸蔵の、この糸ですねを下ろさないと三味線の、調弦ができないんですけども、尺八の場合は、これ一本でですね、一本の音、高さまで落とすことができますので、一回、まずは尺八の一尺八寸の高さで六本の高さでやった後、二回目回すときは今度は下の音ですね、一本の高さまで落としてやりたいと思っております。それでは一回、尺八のメロディーに合わせて歌ってみましょう。よーほっ。
したでしょうか。1回目は六方の高さで、やらせていただきました。2回目回した時は、今度は一方の高さでやらせていただきましたので、少し音程が、変化しておりまして、なかなか自分に合う音程ではなかったかなと思う方もいらっしゃると思いますけども、また、この秋田酒屋歌については、別の動画でカラオケの動画としてお稽古練習レッスン用として配信したいと思います。それと、先ほど一本の高さで、2小節目のやーえっていうとこですね、この、のやーえっていうとこだけですね、ここだけは、一本の高さですと、音がないですので、わざと一オクターブ上で吹いております。その場所を一回吹きますね。やーえ、やーえって歌うのではなくて、そのまま、一本の高さで歌っていただければいいかなと思います。そこだけ、どうしても、音がないので、わざと、一オクターブ上で、発声しております。それだけご了承のほどお願いいたします。はい、今回の秋田酒屋歌、尺八の歌ですね、いかがでしたでしょうか。なかなかアカペラで歌うっていうことが、非常に難しいところではございますけども、この尺八の歌もですね、なかなか尺八の、メロディー、旋律に合わせて歌うっていう方が、楽しいっていう方もいらっしゃいますので、ぜひ挑戦していただきたいなと思います。それでは、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また民謡や和楽器を習いたいという方は、概要欄の説明文のところに、日本民謡なにわ会の URL、リンク先を貼っておりますので、そちらをクリックするなりタッチして、していただきますと、なにわ会のホームページとつながるようになっております。そちらからまたお問い合わせいただければいいかなと思っております。それでは民謡で